ダテウィンドファームは、北海道ダテ市にある集合型風力発電所。この項目では、ダテオゴンウィンドファームについても記載している。ユーラスエナジーホールディングスとしては、北海道打ち5カ所目、道南では、初となる風力発電プロジェクトになった。当初は、エコパワーが、ダテウィンドファーム事業として、計画を進めていたが、採算性確保が難しくなったため、2008年に、 事業中止を決定した。ダテウィンドファームは、旧ダテ牧場内の給料地を借り受けて建設しており、創出力は1万キロワット、一般家庭約6600世帯分の電力を発電している。隣接するダテオーゴウィンドファームは、ダテウィンドファームを挟む形で建設しており、創出力は3万4千キロワット、一般家庭約2万世帯分の電力を発電している。 二つの風力発電施設を合わせて、総出力4万4 0 0 0ット、一般家庭、約26,600世帯分の電力を発電しており、いずれも北海道電力ネットワークに売電している。風車は、伊達ウィンドファームが、日本成功所による2 0 0 0ット風車5機を設置し、伊達オゴムウィンドファームが、日本成功所による2 0 0 0ット風車9機、 日立製作所による2 0 0 0ット風車発揮を設置している。日立製作所製の風車は、下から吹き上げる風を効率的に受けて発電するダウンウィンド型を導入している。メンテナンス業務のための管理棟を整備している。ダテオゴンウィンドファームに関するカテゴリー。ありがとうございます。